千日の稽古を担とし、万日の稽古を連とす、宮本武蔵。宮本武蔵は、豊臣秀吉が関白になる前年に生まれました。幼い頃から剣の修行を積み、関ヶ原の戦いにも参加しています。その後は諸国をめぐって剣術の修行に励みました。その間、10代から20代にかけて60回以上の勝負をし、一度も負けたことがなかったと言われています。晩年は熊本藩細川家の客分となり、水墨画や彫刻などの分野でも才能を発揮しています。亡くなる2年前から洞窟にこもり、兵法書である五輪の書を書き残しました。千日の稽古を担とし、万日の稽古を連とすとは、稽古を継続して続けていく大切さを言っています。宮本武蔵ほどの達人になった人物が、日々の鍛錬の重要性を訴えているところに大きな意味を感じます。また、五輪の書の水の巻の後書きには、千里の道も一歩ずつ運ぶのである。ゆっくりと気長に取り組み、今日は昨日の自分に勝ち、明日は自分より下手なものに勝ち、次には自分より上手なものに勝つと思い、この書の通りに鍛錬を積み、少しも脇道に心を動かされぬように考えよ、ともあります。四魂詳細。出光左蔵。出光左蔵は出光興産の創業者であり、明治、大正、昭和を生きた経営者です。最近では映画海賊と呼ばれた男のモデルにもなりました。明治44年、左蔵25歳の時に出光商会を創業し、機械油の販売を始めました。最初のうちは思うように売れず、大変な苦労を味わっています。また、時には賄賂を要求されることもありましたが、清廉潔白な左蔵はこれを拒み、あくまでも真っ当な商売を貫きました。その後、中国大陸満州鉄道への車軸油での進出などを経て、事業を拡大し、出光興産を設立しました。しかし、その後も第二次世界大戦や戦後には石油元売り販売者の指定を受けられないなどの大変な困難が彼を襲いましたが、その度に困難に打ち勝ってきた人物です。四魂詳細とは、侍の魂を持って商売の才を発揮せよという意味です。また、左蔵はお金の奴隷になってはいけないと強く言った人でもあります。お金の奴隷になった人間は、たとえ他人や社会に迷惑をかけようと、自分さえ儲かればいいと考えるようになるからです。大事なさんと欲すれば、小さなることを怠らず務むべし。二宮尊徳。二宮尊徳は江戸時代後期に活躍した人物で、子供の頃の名前は金次郎です。早くから両親を亡くした尊徳は、叔父の家に引き取られ、農作業をしながら勉学に励み、ついには途絶えていた自分の家を再興しました。その後、農村の再興政策を手掛けるようになり、なんと生涯で600以上の村を再興させたと言われています。大事をなさんと欲すれば、小さなることを怠らず務むべしは、小を積もりて大となればなりと続き、小さなことを毎日コツコツと実行する大切さを説いています。良い人が良い糸を作り、信用される人が信用される糸を作る。畑野鶴吉。
波多野鶴吉は現在の軍勢の創業者です。軍勢はもともと軍勢製紙という生糸メーカーでした。良い人が良い糸を作り、信用される人が信用される糸を作る、高品質で信頼性の高い生糸を製造するためには、まず良い人材を育てていかなければならないということで、明治時代の当時ではまだまだ女子の教育が遅れている中であって、女子寮には教室が設けられ、読み書きそろばんをはじめ裁縫や生け花、音楽、道徳などの教育が行われていたそうです。そのため周囲の人からは、あそこは表は工場だが裏は学校だなどと噂されたそうです。明治33年にパリで開かれた万国博覧会で軍勢製紙が賞を獲得し、さらに明治37年にはアメリカセントルイス万国博覧会でも最高賞杯を受賞しています。良い人間を育てて品質の高い生糸を生産することで、世界的に高い評価を得ることができたのです。私は太平洋の橋になりたいと思います。新渡戸稲造。紙幣に肖像が採用されたこともある新渡戸稲造は、教育者でもあり世界で活躍した国際人でもあります。1862年、文久2年に現在の岩手県盛岡市で生まれました。母親に勧められて英語を学んだのをきっかけに、世界に大きな関心を持ちました。私は太平洋の橋になりたいと思います。この言葉通り、世界と日本を結ぶ架け橋となる人生を歩んでいきました。著書武士道を英語で出版し、世界で愛読されることとなり、日本の文化や日本人の精神性を世界に広めることになりました。ついで台湾でのサトウキビ栽培等の指導を行い、農業、農政での専門家としても力を発揮しました。明治44年には日露戦争に日本が勝利したことで、日本を脅威に感じたアメリカでは排日感情が起こり、排日法案が会議で話し合われていました。新渡戸稲造はアメリカで講演をして回り、アメリカと日本の関係改善に努めました。その法案は廃案となり、新渡戸稲造の功績は大きいと言われています。71歳で生涯を終えるまで諸外国の人たちと交流し、日本の国のために尽力した人物です。最後まで見てくださりありがとうございました。感想をコメント欄でお願いします。あなたの言葉が私に勇気をくれます。今回は以上になります。それでは次の動画まで、さよなら。